12月19日月曜日、こんにちは、ベンジです。バルハラの続きをやっていきます。今回から第2章ですね。あ、テレビなんか可愛いの映ってる。あ、待って、チャンネル変えれたの？あ、知らんかった。あ、消せる、クール。あ、ニュースもやってる。へえ、あ、これにしようじゃん。あ、これ、あ、非常口の、あれか。へえ、タイトルに戻る。これはいじれない。他いじれるとこはないか。これとかできない。これジュークボックスか。え、あといじれるとこねえかな。ないね。よし、じゃあ始めましょう。おは、ってギル？よう、二人とも。どうやって入った？合鍵を持ってますから。忘れたんですか？で、久しぶりに会うセリフがそれですか？お前の心配など少しもしなかったからな。強いて言うなら、しばらく無断欠勤していたわけだから、その分は給料から引いておく。なあ、ジル。月曜日にまた何事もなかったかのようにやってくると言っただろ？待ってください。どうしてギルが合鍵を持ってて私は持っていないんです？お前が鍵を持ってなきゃならんような場面は一度もなかったからだ。確かに。いずれにしろ無事でよかった。ありがとうございます。で、いいんだよな。その顔、またトイレ掃除しろって顔か？今日は大丈夫。あなたが何者かは知らないし、どんな過去があるのかも知らないけど、心配してる人がいるってことは忘れないでよ。あんな風にいきなり消えたりしないで。特にああいう騒ぎがあった後にはね。無事なら無事で連絡ぐらいしなさいよ。あ、ちょっと怒ってるよ、ジル。じゃあ心配してたのか？当然でしょ。お前のことはよくわからんからな。こいつ。ジルの言う通りだぞ。レディを二人も心配させるものではない。もうボスも心配してたって言ってるよ。インターネット用のアンテナを野良猫たちが動かしてないかどうか見てきてくれ。はいはい。ボス、どうしてパーカーをうちに置いていったんです？お前のだろ。でもあげるって言ったのに。すまんな。どうももらう気になれなくて。どうして？あまりいいことではない気がしたんだ。それにお前が来た方がずっと可愛いと思ってな。わあ、照れるね。そうですか。贈り物を拒んだわけではないぞ。ただ、可愛いものを保護することも私の役目のうちだからな。そうですか。バーが閉鎖されることをまだ心配してるのか？それはもちろんそうです。だからってやる気が出ないってわけじゃないですけど。でも、私たちにできるのは残された時間でベストを尽くすことだけだ。ええ。だから元気を出せ。客は悲しみと恐怖の匂いを嗅ぎつけるからな。そんなことになったら商売上がったりだ。へえ、そういうもんか。そういうもんなんだろうね。私はオフィスにいる。わかりました。アンテナは無事でした。二人ともどうかしたのか？いえ、別に。それじゃあお店を開けるよ。さあ、今日は誰が来るかな？全然予想つかねえ。一日を変え、一生を変えるカクテルを。あ、そうだ、ギル。なんだ？あなたが無事で嬉しい。これは本気だからね。ありがとう。わあ、誰だ？すまない。デイナ全員はいるかな？どちら様ですか？ブライアンが来たと伝えてくれ。少々お待ちを。ボス、ブライアンという人が来てますけど。すぐに行くと伝えてくれ。聞こえてましたよね。わかった。待たせてもらう。ボスを訪ねてくれる、来る人は珍しいんです。そうでもないさ。俺は BTC の地域支配人だからね。いやー、そうなんだ。あ、BTC って書いてんじゃん。なるほど。じゃあ、あ、バー閉鎖の話かな。私の第一印象、あんまり良くなかったですよね。大丈夫、君のことは知っているから。それに支配人だからって、おべんちゃらを言ってるような連中はあまり好きじゃない。おべんちゃらっつうのは、なんか、おべっかってことかな。普通にお客さんだと思って接してくれ。わかりました、それなら。では、ブライアンさん、何にいたしますか？
そうだな、まずは基本からだ。シュガーラッシュを頼む。すぐにお持ちします。何、シュガーラッシュ基本なの？ここでミスったらあれだよね、すげえ評価下がるよね。あー、仕事中だからノンアルコールにしよう。こういう気の利かせ方がね、大事だと思うんだな俺は。どうぞ。ああ、うまいね。研修中もシュガーラッシュについてはうるさく言われました。どうしてなんです？カクテル界の目玉焼きみたいなものだからね。基本中の基本だが、うまくできない人もいる。指示通りに作れば失敗しようのないカクテルだ。それさえ作れないようならバーテンダーには向いてないってことだね。へえ、そんなこと研修では教わらなかったな。君はジルだね。ええ、そうです。君のことはデイナからよく聞かされてる。そうなんですか？俺に聞きたいことがあるんじゃない？ああ、閉鎖のこと聞いちゃえ。バルハラが閉鎖されることとか。あ、自分から言った。そんなこと話して大丈夫なんですか？本当はダメだけどね。でも君にはその権利があると思う。ありがとう。礼なんていいさ。さて、どこから話すか。アポロ銀行襲撃事件の最中にリークされた情報についてはニュースで知ってるね。ホワイトナイトの中に組織、犯罪組織出身の人間がゴロゴロいたって件ですか？あ、そうだった、そうだったの？そういうことだったの？すねに傷のある人間と関わりがあるのはホワイトナイトだけじゃない。BTC 認定バーを隠れ蓑にして、法の目から逃れようとしてる奴らがいる。ギルのことじゃねえのそれ。多分ギルだよね。BTC のバーには独自の規則があるから、ホワイトナイトといえど容認手出しはできない。少なくとも先に大量の書類を作成する必要がある。それで犯罪者たちは証拠隠滅の時間を稼ぐ。まあ犯罪者が BTC のバーに潜伏するまでに手間はかかるけどね。それでもマネーロンダリングにうってつけの方法らしい。それとバルハラがどう関係あるんです？できたばかりのバーは今のところ調査対象になっていなくて、売上があまり芳しくない店が怪しいと考えられている。なるほど。バルハラだけじゃない。目下のところは売上の少ない小規模なバーを重点的に調査しているんだ。じゃあこの店の売上が少ないせいで。バーが閉鎖する理由としてはかなり珍しいんだけどね。そんな理由でいちいち閉店してたら、毎年とんでもない数のバーを閉店しなきゃならない。すぐに君の耳にも入るか。なんだって？あれだよ、今言ったのは前のムカつくやつ、アートっていう、あのハゲの探偵が言ってた話だね。いえ、何でもありません。ギル、あなたの予感が当たってたみたいね。ん？もしよかったら別の店で働けるように君を推薦しておくけど。本当ですか？どうして？グリッチシティのバーには問題児ばかりでね。材料の取り扱い不注意やうさんくさいカクテルを提供してるって苦情が毎日のように上がってくる。そこへ来るとバルハラに関する苦情はほぼ一件もない。もうすごい優秀だね。最近会った中で一番苦情っぽいものといえば、少し前のファーマーファブリックスの件なんだけど。ああ、犬のね、あのよだれまみれの。まあでも期待は禁物だ。 BTC は疑わしい店を片っ端から潰してメンツを保とうとしてるからね。あなたの気持ちが分かっただけで十分です。ありがとう。おかわりをお持ちしますか？確かこの店で考案されたカクテルがあったね。ええ、スープレックスです。へえ、じゃあそれをもらおう。かしこまりました。脳天スープレックスボスが作ったな。ファイルドライバーに少しひねりを加え、喉ではなく舌がヒリヒリするようにした。なるほど、ファイルドライバーって酒がちょっとあんのかな。あるね。ああ。なるほどね。S。スープレックス。ちょっと材料違うのか。1、2、3。あ、え、っていうか、アルコール入ってるけどいい？いいの？どうぞ。パイルドライバーを作ろうとしたら偶然できたらしいね。それっぽいね。このカクテルの考案者がそこにいますよ。じゃあ君がロバート？あ、なるほど。ロバートってことにしなきゃいけねえのか。そうです。俺がロバートです。他にそういう名前のやつはいません。
ジルはさっき君をギルと呼んでいたようだが、それはアルゼンチンのスラングでして、ロバートはアルゼンチン出身なので、それでギルって呼ばれてるんです。そうか。すまないブライアン、ちょっとオフィスを片付けていた。入ってくれ。すぐに行くよ。ジル、他に聞きたいことは？今のところは。あ、でも、なんだい？私の今の腕前を評価するとしたらどれぐらいになります？卒がなく、カクテルは注文通りでタイミングもいい。一流のバーテンダーだ。ありがとうございます。じゃあ失礼するよ。お前が地域支配人と初対面だったとは驚きだな。研修を受けたのは別の町だったから、そこの地域支配人は赤毛でモヒカンの女性だった。そうか。ボスとブライアンはどんな話をしているんだろう。あ、ステラだ。ジルだったか。あ、ステラさん、また来てくださるなんて。かわいい、ステラ。大丈夫ですか。あ、そうだよ、セイのこと知ってんじゃねえの。あー、いや、ステラと呼んでくれ。ビールを大ジョッキで頼む。え、どうした？噛み合ってねえぞ。ええ、かしこまりました。ステラにビールを。気になるとこだね。 1,2,1,2,3,4 1,2,3,4。 あれ？合ってる？10になんないんだっけ。合ってるね。あ、合ってない。危ねえ。ミスるとこだった。どうぞ。お、本当に大丈夫なんですか。うん、セイを知ってるよな。もちろん。何があったんですか。あの騒ぎが起きた時、セイはアポロ信託銀行にいたんだ。あ、そうだった。それでセイは？たくさんの死者が出た。しかしセイの名前は死者リストに載っていなかった。それでもしかしたら彼女を見かけていないかと思ってな。行方不明か。見てません。でもそう言えたらどんなに良かったか。まあそうだよな。どうしよう、空気がいきなり重たくなっちゃった。きっと何事もありませんよって言いたいところだけど、ちょっと無責任かもしれないし。ああ、こういう状況ではどうするのが正解なのかな。ジョークでも言ってみる？いや、それは最悪。よし、こうしよう。とにかく何か言おう。それでこの張り詰めた空気を何とかしよう。話題を変えればいいかな。こういうプレッシャーに弱いんだよね。先日ここに探偵がお見えになってお見えになったんですけど、この目が気になって目って言っちゃったのかな。目だと？かわいい。このハッとした顔すげえかわいい。すまない、少しピリピリしていて。探偵がここに来た？ええ、探偵に繊維の捜索をお願いしたらどうかなと思いまして。その探偵の名前は？確かアートファン、いえ、フォンディレイです。ああ、アートか。実はそいつにはもう依頼したんだ。じゃあまだ望みは捨てていないんですね。今はまだ悲しみの5段階中の3段階目と4段階目の間くらいだ。これが最終段階の需要に進まないことを願っているが。なるほど。アートは腕利きなんですか。あの外見からは分からんが、情報収集能力は優れているようだ。きっと生の行方を突き止めてくれるだろう。彼女がどこでどうなっているのであれ。あー、自分で言ってショック受けてるよ。時々魔法のステッキが欲しくなります。一振りでどんな問題でも解決できるような。すまない、気まずい思いをさせてしまって。いや違うんです、そうじゃなくて、なんだか変な気がして。いつもならお客様を励まそうとするんですけど、今は何を言っても偽善か無意味か悪趣味になってしまう気がして。そういう気持ちを持ってくれるだけでも嬉しいよ。私にできるのはカクテルをお出しすることだけです。おかわりをお待ちしますか。甘いやつを頼む。少しは落ち着くかもしれん。喜んで。甘いやつね。どうすかな。シュガーラッシュか、まあブランディーにしよっかな。
あ、でも酔っ払った方がいいかな。まあいいや。甘いので、とりあえず落ち着いてくれ。熟睡ミックス。どうぞ。ありがとう。あなたは本当にセイガーお好きなんですね。私は一人っ子で、普段は人と仕事上の付き合いしかしない。でもセイは友達以上の存在なんだ。あいつは。ごめんなさい、変なこと言ってしまって。いや、気にするな。そう、セイは友達以上なんだ。心の支えであり、心から信頼している存在。姉妹のように、と言いたいところだが、普通は肉親でもそこまでの信頼関係はない。あ、兄弟以上ってこと？私は、毎日あらゆる人種、あらゆる羊の交換を相手にしなきゃならない。誰もが仕事用の仮面をかぶり、本心を隠している。私だってそうだ。でも、生といると本当の自分になれる。ありのままの自分をさらけ出して、愚痴だって何もかも吐き出せる。いつもそばにいてくれる。でもそんなあいつが今私を必要としてるかもしれないというのに。すべて探偵任せにして、バーで飲んだくれている。なんて役立たずなんだ。泣いてるよ、ステラちゃん。すまない。感情的になってしまって。いえ、なんだか羨ましいです。あなたがそんなに自分をコントロールできているのが。私が同じ状況だったら、すごく取り乱してると思います。ちょっと新鮮な空気でも吸いに行きませんか？私は休憩に入るので、よかったら一緒に。新鮮って言っても、たかが知れてますけど。大丈夫だ。ありがとう。わかりました。じゃあ。ギル、私が休憩に行ってる間、ステラさんを見ておいて。見ておいてって言い方ねえだろうよ。ああ、お安いご用だ。あ、ちょっと前半早かったね。バラハラ？はい、アイキャッチが入ったところで、今日はここで終わりましょう。ちょっといつもより短いですけど。いつもが長すぎんだよね。なんか、やっぱり日本のゲームじゃないからか、こう、セーブできるとこまでが、やたら長いよね、このゲーム。で、まちまちだしね。はい。ということで、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。